はい、こんにちは。はい、こんにちは。ロボットのぞみです。と、道崎バウです。今日はですね、飴細工でちょっとね、特殊なものを作りたいと思います。それは、ゴキブリです。本当にやるんですか、それ。はい、本当にやります。作ったことありますか、ちなみに。ないですね。まあ、可愛いものしか作らないですからね。ほう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 。指輪かくないでしょ。お、見てください。これは何ですか、これ。白鳥。あ、白鳥。あ、なるほどね。なんかハートのステッキみたいな感じに。動画で見たらこれハートのステッキでしょ、これ。夫婦だ、夫婦。はい。そしてこれはウサギさんです。ちょっとね、自分の路頭に迷ったりする。ちょっと毛出すのやめてください。これが獲物を、人間の子供を狙っている。違う、今、そういうコーナーじゃないから。パンダですね。ちなみに飴細工っていうのは、一回飴の材料を溶かしたものを固まる前に作るってことですよね。そうです、ハサミでね、チョキチョキと。熱いんですよ、結構。何度ぐらいで。80度ぐらいですかね。あー、じゃあちょっと早速作っていきたいと思います。はい、ました。先にこの白いあれに、そう、色を混ぜます。色を混ぜるんですね。この色、色は何に塗ってるやつ。食紅ですね。食紅。はい。ほら、ゴキブリの卵。うわ、気持ち悪い。笑顔でゴキブリの卵って言ってましたね。普段はね、こんな巨大なゴキブリの卵だったら、もっと大きな、このぐらいのゴキブリ生まれますよね、絶対。いや、やめて。あ、なるほどね、卵から。足が生えますね。卵から足が生える。そうですね。うわ、黒い。今回はですね、そのね、ゴキブリを作って、それを美味しく食べるという。ここまでやるんですか。ここまでやります。前もゴキブリそんな見たことないんですよね。え、出身どこ？あっちの方ですけど。あ、そうか。東北だから見たことないのか。うん。あ、なるほどね。ガガンボがね、多いんですからね。え？ガガンボね。ガガンボ。何それ。ガガンボですよ、壁にこうガーってなってるやつ。ガガンボ。ガガンボですよ。ガのこと。なんか大きいガガンボ。大きいガガンボって何。え、ガガンボって何。お腹すいた。ガガンボ食べてた。違う。これ食べて。これやだよ、ゴキ。本当にゴキブリね、免疫ないんですよ。あ、一気にゴキブリ感が出てきた。できました。ゴキブリの背中、あの体って油でできてるって。そうなんです。え、知らないの。だってゴキ、ガガンボしか知らないですよ。ガガンボはいいから。だから、あの、油がなくなったらゴキブリって死んじゃうの。そうなんだ。で、洗剤とかさ、かけるとゴキブリって死んじゃうの。あ、油取るから。そう。そうなんですか。バウちゃんと一緒だね。バウゴキブリじゃないのか。もう一匹ゴキブリいたら、あら、あなたのつがい、つや、つや、いい、今日いいね、みたいな。いい照りだわ。いい照りだわ。油を分けてちょうだい。っていう、きっと会話をしている。はい、どうぞ。え、どうするの、これ、ここから。さっき見て、さっき見てましたよね。え、ちょっと、とりあえず足をこのように作ってください。とりあえず足をこうやって作ると。あ、もう固まった。あ、折れた。あ、ゴキブリの足折れた。あ、いいじゃん。あ、いい感じ。めっちゃいい感じのゴキブリが、ちょっとね、いい感じの。あ、第一関節ぐらいしかない足。あ、ちょっと難しい。いい。これどちらかというとさ、これセミの幼虫に見えない。ゴキブリより。ゴキブリ作りたいって言ったのぞみさんですからね。ゴキブリの爪、爪切りじゃない、爪切りみたいになってる。爪切りみたいに飛ばさないでください。あの、ゴキブリの多分一番大事なところって多分テカリですよね。そうだね。もうできたか。できました。できました。で、実際にこれを、このゴキブリをね、
キブリたちを食べていきたいと思います。食べるんですか。じゃあ、はい、ちなみにたい焼きはどこから食べる派ですか。頭ですね。じゃあ頭からいきますか。いただきます。いただきます。硬いんだよね。硬いんですよ。ちょっと取ってみましょう。おー、めっちゃ硬い。地上最強のゴキブリや。バフもいい音しますね。え、なんか一緒でしょ。こっちの高温な、高温なゴキブリだね。メスなのかな。はい、いただきます。はい、いただきます。食べます。なんだろう、この食べる気にならない。いや、バーも自分の飴好きなんですよ。うん、なんか今日はね、食欲が湧かない。食欲湧かないよね。なんか口に入れる瞬間にちょっとね、なんかね、ちょっと少し抵抗がある。しかも食べたら多分口の中抹茶っちゃになりますからね。え、あ、塗ったから。塗ったから。じゃあ一回。めっちゃ刺さっとる。来ましたね、触覚。今ね、左手を食べた。うん、あ、触覚も美味しい。すごい会話だよ。あ、ゴキブリと触覚美味しいみたいな。カリン島。あ、カリン島だ。カリン島だと思えばゴキブリの形をしたカリン島ですね。そうですね。いや、飴です。なんか美味しいですね。うん、うん、ちょっとこのツヤの部分とかね。めっちゃくめっちゃ茶色い。めっちゃ茶色くなりました。今回は飴細工でゴキブリを作ってみました。作らされました、はい、次はですね、ムカデとかの作っていきたいと思います。また虫かわいいのがいいんですけど。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。バウちゃんはツイッターやってます。お口にゴキブリついて。え、口にゴキブリついてる。え、嘘、嘘。え、茶色い。ありがとうございます。バイバイ。嘘。もう茶色いですよ。